で一応ツイートからもされるように。言わない。これでないじゃん。木だからまだなんだよな。これで始まったと。あ、まだ。そうじゃん。で、Twitter とかも遅れているということですね。じゃあやっていきましょう。ゴッダースというゲーム。かな？ちょっと待って。ああ、なるほど。なるほど。これなるほどじゃん。さて、このゴッダースというゲーム、神様となって、まあ、いろんなことを、この、人々に手助けをしていくという感じのゲームみたいなんですね。今だと、何もしないですけど、こう木を刈ってみたりとか。石を壊してるみたいな。2本あるんですけど、まだ僕も始めたばかりでもって思ったから、ソリューションはまあこんぐらいでいい。ちょっと大きくしてみましょう。わお。いい腰して。お、新しく家が2個も建つよ。これってキーボードとか、特に何もないですね。前を書いてみましょう。フロアの名前は、まあ、どんなしていいか。まあ、のんびりしたゲームのようです。昔、ポピュラスっていうゲームがあって、僕はなんかそういうゲームっぽいのかなと期待をしてやっています。おっと、ゲージが溜まりました。ランドエクスペンション。神か。お。コレクションの一つ。お、広くなりましたね。一応整備してあげましょう。お、住居の新しい家ができましたね。そうですよ。お、いろいろと土地を広げてあげたら、あ、なんだこれ。お、おー、あれですね。地面を変えれるんです。神らしい。ここに新しい土地ができるようになりました。土地をいじっちゃいましょう。
こと？マイナス飛行。正しく絵を作ってますね。どんどん信仰心が高まっている。早送りはね。ここに何か置いてあった。これがこういうアイコン。で、20で、トーテム。ここでもまた。このなんかシャボン玉的な。立ててくれよ。おっと、またゴッドカーソル。また拾いましたね。まずこの小さいところを少し広い土地として作るでしょう。開けない土地。もう力がない。ピンチ。ゼロまでやってしまった。これは。何もなくしていいのか。はい、どうぞ。こっちにも家が建つよね。スマートスカルプティング、ダブルクリックエンレフト。ほうほう。ああ。これダメでしょ。こういうね、あれですね、シミュレーション系は、なんていうのかな。こういう YouTube ライブは合ってる気がする。あ、こういう旗が出るときにクリックするとお仕事をしてくれるのか。今回この5の、5個、この力を使うという感じですかね。YouTube ライブはこう後戻りができるっていうのもあって、街の発展とか、こんぐらいのところから始まる。後追いができたりして、あれなのかな、いいかな。家着くと、家住む人はまだいないんで。どうなんですか。アースクエイク、最後、ボルケーノ。いや、普通の土地はない。あ、土地を変えるために力を使っていた。だから、ある程度考えて土地を作らないと力がなくなってしまうんですね。はい。フェルトテント。うん。おっと。あの、なんかあそこに松明を焚く場所みたいなのができました。いつの間にか人が増えていると。
不思議な感じ。ああ、やっぱ途中からそれに力使ってんだ。結構時間との戦いな感じがする。住民が自分から動いてくれていいわ。領土がまた拡大されましたね。だいぶ広くなった。これはここだけじゃないよね。あ、こっちもありますね。なるほど。ここから始まって、どんどん世界が広くなっていく。ああ、なんかすごいでかいのがいっぱいある。ドレミっていう感じですね。ここは壊して、ちょっと土地を拡大してあげましょう。燃えたけどいいのか。どんどん仕事しますね。いやー、働き者だなー。コンストラクション。あ、これもだから、やればアンロックされていくってことが必要材料ってこと？なるほど。アクションは何枚手に入れたか。どんどんお仕事してください。どんどん土地を広めてください。種族増やして。普通の土地行ってみたいな。今度はなんか砦的何かが。BGM ないと寂しいな。すごい仕事がたまった。至る所でお仕事が生まれていく。
この人一体何の仕事をしてる？全然わかんない。を作るって何をするってこれ人を増やしてんだな、多分。あ、死んじゃった。あ、死んだ。まずいですよ。ほんと。どう見ても死んでるんだよね、人が。あ、宝箱が開いた。なるほど。これ宝箱なんだ。はいはいはい。はいはい。これで大きい建物を建てるよね。はいはい。理解しました。あと一個カードがあって、フェルトが足りないな。だから、どんどん住むところをまずは作らせてあげないと。カードも増えないと。住む人口が増えて、もう家的には、人間的には多分あるんだよな、ね。この放置してるっていうか、何も動いてない人間ってのは、やることがなくなった、そういう元気がなくなった人間ってこと。よし、土地が拡大。これやっぱこれ、元気のない人間を見つけたら、どんどん影響を養っていけるっていうか、結構してあげないといけないと。まぁ、あ、ちょっと土地いじってこけさせた。あかんなぁ。神のいたずらだと。ああ、また人が死んでしまう。
一応失礼しました。家作れ、家。どんどん家作れ。また土地が大きくなった。当店来ました。人増やしてもな、今んとこやることができない。これ陸続きにしないといけないか。大量に人を詰めしどんどん人が増えて、これで一応陸はつながったな。間違えた。すごい地味なゲーム。
至るところで人が死んでおります。これ埋まってるのが嫌よ。ストーンカードを手に入れた。こういう時にあれですね、多分これを使うんでしょう。にあれじゃないか。噂の流れ広いと作ってやるやん。神の情け、めっちゃやろう。神の力により血が移った。BGMつけないとダメだな。つけましょう。
すごい大量に死んだな。これやるな。30分ぐらいの枠でのんびりやった方がいいな。で、区切りつけちゃった方がいい感じですね。かなり長い。こう大きく、すごい街になる。すごい時間かかる系。もうこっちの方で人作ってもしょうがない。これで領土拡大かな。いやー、それからな。入らなかった。
この宝箱すんごい取りにくいんだけど。また土作るよな。これ治ると何かいいことがある。こっちでやっぱ一人がいる。一応これは1時間ぐらいで、お、なんかできたぞ。電アイドル。ほう。なんか使えるというわけでもない。そういうわけでも。こっちの新しい土地とかも作れるようになったんで、作りたいけど。この資材を すごい取りにくいこの宝箱みたいな。ちょよし、よし。なんか作れるよね。コンストラクションが安楽されるんじゃん。おう。サイエンスが。この土地をね、あっちにつなげてあげないといけないですね。ドッキング。こうして人間の大移動が始まった。これで100ぐらい。よし。これで暇してる人々を、手に集めて。
ちょっと。木製の家が建ちるんだぞ。これ、宝箱すごいいっぱい。どんどん家ができてきて。この辺は大地をいじるのめんどくさいですね。よし。さあ、で、トーテムをアクティベートして人を持ってこよう。どんどん人がこっちに来ないと。
どんどん信仰的なパワーが溜まっていくものの、なかなか使えるところだな。ぶっちゃん木造ということもあって、あれだな、時間かかるね。すんごい時間がかかるゲーム。でもまあ、時間を潰すということを念頭に置いたならいいんじゃないですかね。すごい地味なゲームだから あんまり見栄えはよろしくお願いします。あ、建築の技術が発達したから、あれか、家も木造住宅になってる。すごい。そうですね。クオリティがアップしました。これもいいか、とにかくまずは貯蓄を増やせっていうのは、なんとなく分かってきた感。こういうゲームの問題点って、やっぱり話す内容がない。こうすればこうなるよっていうのはあるんで、あると言われてますけど、なかなか。どんどん途中いじっていきましょう。ここに家建てたいなみたいな。人がどんどん流れるような感じにしとかないといけない。こんなとこにやったら嫌だよな。でもこの頃はまだそういう文化はなかったということですね。やっと新しく文化が一つできて、家が木造になっている。変わったなーということですね。しばしばとどんどん発展はしていっている。ここは明らかに土地不足だな。どんどん土地をめくっていきましょう。
作らなくちゃ。こっちの方の土地増やしたいんだよな。まあでもこの下を作っておくのが必要か。まず下の層の土地をどんどん広げます。そして上の方も広げていきます。実際あれば、勝手にあとは人が作っていく。といった感じですね。ならまだ仕事があればやってくるから逃げる。しにくいな。あともうちょっとであれかな。お、これで多分領土が新しくまた広がるのかな。というわけだよ。漁をするようになるのかな。新しい、ここにページが増えたの？まだ本のページ、本があって、まだページが全然増えていないんですね。これにコレクションやらないやら全部。まず、一番初めの章で、ですね。家を作ったり、なんだりするっていう。こう、宗教みたいな感じの。機械に生まれるってことがそうですね。あ、ほうほう。神を崇拝しなさい。ゴリ。もうちょっとそろそろ領域を広くしてほしい感じがある。
どんどん人間がいるところに自然がなくなっていく。木材か。それはまだいらないな。間違えた。もうパワーがギリギリまでいってずっと。全然やることがない。神様、大変ですね。土地を上げなきゃいけない。高いっていうか、でかい建物の方が、くれるパワーは違うよな。うん。うん。微妙に大きくなってんだけど、なんかなかなか、パッとしない感があるからか。悪くはないと思うな。まあ、まだベータ版っていうことで、これ一応イヤーリーアクセスなんですよね、チームでは。で、まあ先行版で、まあ、バグとかあったら、開発に協力してねって感じなんで、まだまだこれからっていうところが多分、要素としては大きい。いう感じがします。
でもシミュレーションとしても、まあ、別にというか、悪くはないプレイという感じじゃないかな。まあ、でも、日本でやるとしたら、あれだよな、日本語が欲しいかな。来てますね。拡大しますよ、まだこっちが。はい。うちの人間を増やさない。まあ、森は森としてあってもいいし。こんな感じで、どうですか。できた。です。バトル要素があるんですか、これ。マルチプレイヤー的要素があるってわけではない。あるんだ。なんか戦争的なものが起きるような、なんかイベントがどうもあるみたいですね。勘でしょ。レイプ試合というか、負け試合深き。わかんないよ。なんか、あ、切れないな。ん？お。校舎が微妙に速くなったかな。木材カードがいっぱい。
個人的には石が欲しいかな。今、入ると、すごいなんか、言っている、バトルリクエストの人がすごいいる。だから、怖いんだけど。一回受けてみるか。えい。試合の始まりです。これ大きく先にどんどん大きく仕上がれてる。圧倒的物量差なんですけど、この人たちと戦うってことだよ。ああ、タイムリミット内に壊すってこと。いや、まずいですって。
一気にどんどんあれか人を動かさない。
どうやって戦争を起こすんだろう。この人たちは行くように流れを使う。そこが気になる気がする。あ、これか。こうして戦争は始まるんやな。強い。家を壊されている。これ人を作るのめんどくさいな。青色がどんどん駆逐していく。あら、でも文明もとか武器も何もないし。間に合うのか。出したら間に合わないじゃん。かまってもらえ、かまってもらえ、かまってもらえ。
買った。お。あ、ハスプ、こういうなんか、素材的な、あれがあるんですね。お。イベントか。これ、ボットじゃないの？ボットでしょ？これ。怪人じゃないよ。何でもバトルができるぞ。すごいでかい。見たことない要塞になってますよ。こっちの方、
ほら、流れろ、さあ、今度はみんな、なんかあれだな、あれを使いじゃない。プリント命令するか欲しいな、これは。代わりになんかすごいの入ってるし。はい、そうそう、放ちましょう。めっちゃくちゃすごいところができるな。
さっきより早く終わる。じゃあ肉を食べることも習慣してないんじゃない？そういう意味も。だいぶ発展してきたか。こうやってつなげれるんだ。すごい大陸の変動で。
ストアがあるんですね。
うん。